こんにちは、伊藤信弘です。皆さんもう読みましたでしょうか、進撃の巨人の12巻。今日はですね、ちょっとこれを見た感想をすごくね、その興奮してしまってね、痛くなったのでこれを読んだ感想を言うだけっていう動画です。いやー、とにかくね、読んだことない人とか進撃の巨人を全く知らない人にとってね、だから全く何もよくわかんない動画にはなってしまうんですけど、もうとにかくね、僕ももうずっとその進撃の巨人見てなくて、もうどうだろう、この1ヶ月ぐらいの間に初めてアニメで見まして、でも一気に全部見て漫画も読んだんですけど、でね、とうとうこの12巻が、本来だったら明日発売のところがですね、たまたまコンビニでですね、1日前に出てたんですよ。でもうすぐに見つけて買って読んだんですけどね、まあこれがね、もうすごい衝撃でね、その何だろう、今まで漫画でこんなに衝撃を受けたのことがあったのだろうかというぐらいね、びっくりするぐらいの、すごい、もうまさかあの人が、まさかこんなことにみたいなね、ことがすごいバン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 起きるんですよ。もうこれすごいですよ。あまりにもその衝撃的なシーンがあって、もう続きのね、そのページをめくるのをね、早くめくりたい、早く続けみたいっていうのもありながらも、もうひょっとしてっていうね、もう想像がねあって、もうめくるのも怖くなっちゃうような衝撃もありながらの、すごいことになってます。ということなんですけど、あとですね、もう一個言いたかったのが、進撃の巨人2015年に実写化で映画化するってこう書いてあるんですよ。でね、その僕はですね、今まで実写化される漫画とかアニメのその映画がですね、どうなんだろうって思うのばっかだったんですよね。これは実写化して大成功だったなんて思うのがなくてですね、なのでちょっと皆さんにですね、この実写映画は面白かったんだよっていうのがあったらですね、コメントの方に書いてほしいっていうのと、この映画のキャストがまだあんまり、まあ決まってないみたいなんですよ。とりあえずなんか噂されてるのは、エレン役に香取慎吾さん、ミカサ役に剛力彩芽さんで、リヴァイ兵長役にお笑いの有吉さんだとかね、なんかそういう噂がありつつも、誰になるんだろうか、そして誰になってほしいのかっていうこともですね、もしよければコメントの方に書いていただけたら嬉しいです。そんな感じで巨人読みましたよっていう動画でした。ありがとうございました。